BTS、防弾少年団の兵役特例が国会で事実上無参した。国防省が事実上反対意思を明らかにした中、国会国防委員会所属議員らは BTS のための兵役特例の公正性をめぐって意見をぶつけ合った。国防委員会法案審査勝利は25日の会議で、 大きな業績を立てた大衆文化芸術家を芸術要員に編入し、代々含むを許可する内容の兵役法改正案三件を議決せず、暫定的に保留した。国防委では世の党を問わず、大衆文化芸術家の兵役特例に賛成する議員と反対する議員の間で意見が鋭く対立した。兵役法改正案三件は、 与党ともに民主党の安民鈴、安中黒人足、議員度、保守系最大野党国民の力の異常源、ユン中黒三ン、聖一種、ン中黒イルジョン、議員が代表して発議した。現行の法令では、アジア大会で金メダルを獲得した者と、オリンピックで銅メダル以上を獲得した者を体育要員、 特定の国際芸術コンテストで2位以上を獲得したもの。韓国国内の芸術コンテストで5年以上重要無形文化財に関する伝授教育を受け、資格を取得したものなどを芸術要因と規定している。彼らには、大体含む機会が与えられるが、大衆文化芸術分野だけが抜けているというのが改正案の柱だ。 シゲル議員はこの日ソウルで開かれたクラシック音楽コンクール第1位受賞者とボックスの本場である米国でアメリカン、ミュージック、アワード大賞を受賞した BTS のうち、誰がより国威を発揚したのかと反問した。続いてオリンピックのメダル1個の経済的価値は最高に1 4 9 0億ウォンだが、BTS の経済誘発効果は10年間で約56兆ウォン。 け後長安に達するという内容の現代経済研究員の報告書も提示した。キム中黒人票民主党議員は、兵役特例対象者を体育中黒文化勲章を受けた人だけに制限する新しい基準を提示した。兵役特例の対象範囲を狭めることだが、BTS が過感文化勲章を受けただけに、BTS の兵役特例の道は開いたのだ。 一方、キム・ナカグロ・ビョンギ民主党議員は、改正案の公正性を指摘し、兵役特例を廃止すべきだと主張した。キム議員は、兵役は誰にでも公平に適用されなければならないとし、特例範囲を最小化するが、誰でも認めることができる客観的な基準を用意しなければならないと述べた。兵役特例の範囲を広げるのではなく、 むしろ特例を廃止する方が公正だとしたのだ。大統領候補間の公約競争に広がる可能性があるという分析も出ている。安徹州国民の党大統領選候補はこの日、自身のフェイスブックに純粋芸術と体育会に霊体含むの恩恵を与えながら、大衆文化文や泣けを例外に置くというのはまた別の逆差別とし、BTS の代替含むを支持した。 同日、改正案の成立は見合わされ、今年の通常国会会期内の改正案は事実上、成立しなかったという分析が出ている。ただ、法案が廃棄されず省位に係留されている点で、第21代国会の任期内に処理される可能性は開かれている。国防委は、 早ければ来月から改正案と関連して校長会と懇談会など講論家手続きに乗り出すという。国防省は、この日も兵役特例対象の拡大に否定的な立場を示した。国防省の部中黒スンちゃん報道官はこの日の定例ブリーフェングで、芸術中黒体育要員の編入対象拡大は選択しにくく、慎重である必要があるとし、 法改正に事実上反対の立場を示した。これに先立ち、ジョアサヒ、ソナカグローク、国防省も今年9月に国防委に提出した書面質疑応答で、国民的教官が先行されなければならない事項と明らかにしたことの延長線上にあると解釈される。